さあ、それじゃあマリオの続きやっていきましょう。さあ、今回はどこまでマリオチャレンジに挑戦していきたいと思います。さあ、どこまでマリオチャレンジの難易度はどうしようかな。やっぱり難しいぐらいがいいかな。さあ、難しいは15人のマリオでどこまでいけるかを競うと。難しいのコースを初見でクリアできるかどうかと言われたら、多分 3,4 人はやられると思うから、5コースぐらいはいけるかなっていうぐらいでしょうか。うん、とても難しいになると、そもそも1発目とか2コース目あたりですぐダメになる可能性もあるけど、どうしようかな。あまり難しいコースだと動画的にね、あまり進まないと思うので、今回は難しいでちょっとテストしてみようかな。よし、じゃあこれでいきましょう。お、マリオは長い修行の旅に出た。そうだね、ピーチ姫がさらわれてないから。なるほど。お、オッケー、じゃあチャレンジ。お、木箱を運んで、結構スタンダード系な感じがするけど。お、なるほど。おお、こういう雪国っぽいコースが作れるんだ。よし、おっと、持っちゃった。まあいいや、1個ぐらい持っていった方がいいかな。お、何かありそう。おっと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 、まさかの木箱は敵を邪魔することができる。なるほど、逆に言えば攻撃に使えるものではないと。よし、これはちょっとキノコかな。オッケー。さあ、そして、おっ、ちょっとこれ結構投げられる距離が。おお、ちょっと、どうやって遠くまで投げた、あれ。逆にちょっとびっくりしたんだけど、滑る。こうやって丁寧に運んでいこうかな。あ、結構思ったよりも時間が少ない。あとレッドコインかな。お、あれ、木箱減ってない、これ。気のせいかな、画面の外に出たからかな。てか、ノコノコもいなくなってるし。これはちょっとまずいことになったかも。でも、ってことは戻れば木箱を復活するかもしれませんので、そのあたりはいいかな。さあ、これ、よっ、失敗。オッケー、これは持ったまま。あれ、反応しない。あれ、これ何、どうなんの。おおおお、ちょっと、こうかな。まあいいや、いけるならいっちゃいましょう。あ、別に運ぶことなかった。踏んじゃおう。おーっと、危ない。あ、これ、危ない。しまった。さあ、なんとかファイアボールをやり過ごしてからの、あ、踏めなかった。あーっと、危ない。どうしよう、あれ取りたいけど、ちょ、これでなんとかなるのかな。上に投げるってことはできないよね。わーっとっとっと、あ、ここ歩けない、あれだ、ダメだ。困ったぞ。とりあえずここで、あー、終わった、これ。あー、逃げ切れなかった。うん、今のなんか普通に難しかったぞ。いや、まあ土管の陰に隠れればなんとかなったかもしれないけど、ちょっと判断が遅かったかな。さあ、普通に。あるあるだね。なんか一回行けたところはこう、一回行けたというかね、初見は慎重に行ってるのに、2回目はさっさと行っちゃって逆にやられちゃうパターン。おそらくまだコースの序盤だと思うんだけど、もう2人もやられてるから結構大変だぞ。うわー、やっちゃった、危ない。こうか。なんとか逃げて、上が危なすぎるでしょ。よし、あの鈴は取れないのかな。うん、さあ、もう一個持っていかなくていいのかいって話だけど。お、これは取っとこう。
よし。さあ、あれ？あ、木箱がないとやっぱりダメだ。よし。と、あれちょっと、これ、おお、入れ入れ入れ。わ、よ。お、あら戻れない予感がするんですけど、これ。まずい。どうしましょう。しゃがみジャンプでなんとか。結構足が滑って、あ、よかった戻れた。あれ、なんか結構あの 3D ワールドだとちょっとなんかやっぱり加速感が違うっていうか。おお、こうどうやったらいけるんだ、なんかできるのか。ちょ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 、ファイヤーが厳しい。よし。そういう助けて。結構これは真面目にやっても厳しい。うう、お、助かった、中間ポイント。よし。さあ上の方にはちょっと気になるところがあるけど関係はないかな。わーっと、しゃがめないから、うん、おーっと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 、おーおーおお、なにこれ、取れた、よかった。どう動くかちょっと分かりづらいから、こ、困ります。置いた方がいいかな、これは。あー違ったー、しまった。おーい、ど、わっ、おおのー、木箱ないとダメってやつ。お、遊びにくいと思ったコースはマイナスを押し続けるが、携帯モードでは画面をタッチしてスライドすることでコースをパスすることができます。うん、せい3回もやられてるからってことか。うん、俺結構難しい。まあ1、2回目は俺の不注意みたいなものでやられてるけど、さっきのところは結構辛かったですが、これダメージ受けないといけないってことか。一応これを投げて、その後しゃがみでスライドして入ればいけなくもないって感じなのかな。よっ、よし。あー、しまった。あー、これはなくなってしまったよね。結構あの俺は 3D ワールドとかがかなり苦手っぽい。あ、戻れるってこと。おー、危ない。そっか、これ戻ったらやられちゃうような仕組みだったら危なかったな。またうっかりでやられてしまうとこだったけど、さあなんとか生きて戻って、もう一回なんとか大きいマリオでいけないものか。てか大きいマリオでいかないとそもそもダメっぽくない？なんかあったよね、ブロック。これは上の方に行ける可能性がどうなんでしょう。うまく滑り込めるかって言われたらちょっとわからない。投げながら滑り込む。あれ？でも結構きつくないこれ。途中で、あ、できない。うーん、これは難しいですと。あ、これ俺1コース目でもうゲームオーバーになる予感がする。あー、ダメだった。結構加速値が厳しい。もうちょっと慣れた後にやるべきだったかと、ものすごく後悔してるけど。あ、しまった、すっかり忘れてた。よし、我慢すればこのままいけるはず。よっ、で、奥。おお、おおお、危ない。時間が稼げればよかったんだ。なんだ、ブロックがあるからなんかでかいマリオじゃないといけないかと思ったけど、あれ、おお、なんだ木箱だから壊せるんだ。へえ、ブロックは硬いからダメってこと。おお、なるほどね。さあまだこっちはいけない。お、あら、お、
え、どういうこと？これで終わり？すごく気になるんだけど、これどういうことだ。どこかでやっぱり木箱とかを使って違うルートに行けたってことか。おー、マジか。くそー、これだけなんかマリオの人数を減らされた挙句に。あ、でも3アップできるっぽい。おー、なんだ。え、じゃあ赤コインを全部集めると何ができるんだ。めっちゃ気になるこれは。そして中断するがあるね。どこまでも行けるから中断コマンドが選べると、うん、まあ、とりあえずゲームオーバーになるまではやるべきかな。よし。お、さあマリオが増えたってことは、じゃあうまければなんとかこう人数増やしながら進んでいけるってことかな。あー、なるほど。じゃあまあいいか。でもなんか難易度的にはちょうどいいから、これで頑張っていきましょう。さあ5ピンクコインズ、ヨッシーズエスケープ。これは結構名前からして難しそうな気がしますが、うん。さあまずは上の方に行って P を持ってどこかに行けると。さあどこから行こうか。ワンワンが出てくるところから行きたい感じかな。あのヨッシーを救えという意味でしょうか。うん、黄色ちょっと目立ってるから気になるな。じゃあ黄色の方から行きましょうか。待てよ、まずはこっちからこうしといて、ここのコインを取っておく。わお。で、おーおーおお、あ、そういうことなの。ヨッシーを押し出して、あー間に合わなかった。くそ。あ、やられた。なるほどね。うん、つまりまずはブロックのコインを取って、そしてどうにかすると。これさ、上で止まったらこれもう積んじゃうよね。あ、でも P があるから、そっか、積まないか。そっかそっか。 OK。 さあこれを取って左の黄色の方に行ってから、よしかな。あ、今の見てなかった。しまった、右の方から骨飛んできてた。これはまずい、画面見てない。うん、さあすっかり騙されましたけど、この辺りからやらないとでも怖くてできないよね。さあさっさと行っちゃいましょう。あー、もう出てくるんだ。これはきついぞ。さあというわけで、順番考えなきゃいけないけど、やっぱりでもここから出てきてこのコインなんとかしないとさ、ダメじゃない？これは悩みどころだけど、 P スイッチを踏んだ瞬間にジャンプするテクニックでここに登れたらいけるかな。どうだろう、 P スイッチジャンプ。あー、ちょっと閉まった。さあここだけは取って、あー入れない。あー間に合ってよかった。ヨッシーだけは取って、なんとか違う情報を得たい。うん、あ、ヨッシーがいればこれが取れるわけだ。おお、そういうことなんだ。焦ることなかったんじゃん。画面見てないよ、程があるぞ。おそらくだけどこのファイヤーを取ってこうだよね。うん、お、いけた。ワンアップ、まあいっか。あ、たくさん敵がいたってことかな。じゃあどうしよう、この無敵を今使うべきかどうかっていうのがすごく問題。あと一応土管チェックしておきましょう。 OK。 さあどうしようかな、 P スイッチを持っていくべきだし、ちょ行きづらいな。おい、おお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 あ、OK。さあそこからの、あ、だだだだだだだ、ヨッシーが乗れないんだけど、ちょやった、よかった。よし、まずやっつけたい。ち
ょっと置いといて、あたたたたたほ、よしいいぞ。ね、いらない。あ、そうなるんだっけ。よよすげえ難しい。お、やったー。さ、そういうところからのこう。お、え、ん、お、いけるのかこれは。いやいやいや、まずくない。ちょうど乗れるのかこれ。あ、ジャンプで乗るんだな。おお、なんとかなった。で、どうすんの。吐き出す。よし、2個目。あ、しまった。これ踏んじゃったらダメだ。慎重に。オッケー、これでいいの。なんかちょっとおかしくないやり方。危な。あ、だだ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 だ、あれ降りるとき痛いのかよあ、これこれください。ちょっと待って、時間ない。これは降りるときなんか痛いから。あ、痛い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 。あー、しまった、押しちゃった。助けてー。時間かかる。どうなる？よし。で、吐いて、もらって、鍵ゲットからの、なんでワンワン。あ、パウ？パウか？パウブロックいただいていこう。お、やった。余計なことでもなんでもなかった。お、え、どういうこと。あのバーの部分って関係ないのすごくさいや、一応人数はあんまり減ってないんだけどさ、どうなのみたいな感じのプレイのちょっとやってるんですけどすいません。いや、でも真面目にやってるからね、一応。さあ、なんとか2コース目。時間かかってるな。世界ランキングとかあるんだ。4万3000位ぐらいまだ2コース目だけど4万3000ってすごくない？このゲーム絶対数十万単位で売れてるから割と頑張ってる方だよ。さあ、コインを64枚以上取ってからゴール。あれ？よ、こうかな。よし、わかりやすいけど。よし。さあ、からの、あ、やばい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 。コインがきっちり64枚しかなかったらアウトだから、なかなか大変です。おおおお、入れって書いてあるけど入りたくない。危ない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 からの、乗ってなきゃいけない。ちょっと待って、あいつはやっつけたいと。いてててて、まさか判定残ったもんしかもいくらでも出てくるの。ちょちょちょ、あー、今のは右の方に逃げればよかったな。ちょっと雲にこだわりすぎたか。うん、なんかめっちゃ普通に難しい。いや、難しいコースやってるんだけどさ。でもなかなかスタンダードかつ難しいポイント取り、なかなか面白い。あ、しまった。今のは俺が甘えた感じかな。よし。さあ、なんとか。おお、あ、なんだ。おお、びっくりした。怖え。ちょっと、ま、出てくるのこれ。で、取れないじゃん、どういうこと。あ、のこのこで。よし、よーし、オッケー。ドキドキじゃん。あー、え、うっそー今のは悔しくないあれだとさすがにちょっとがっくりくるけど、まあでも確かに横から乗れるっていうものでもないからな。これはちょっと甘えてしまう予感。オッケー、オッケー。よし、
からの、よし。左のやつはどうした方がいいかな。一応やっつけとくか。時間があんまりないんだよね。これはでも、おーっと、どうしよっかな。こいつが結構厄介ですよ。キラーも出てくるしな。キラーを使って、いや、ほっ。うっそ、そういうやつなの？よ、よーし、よかったー。ちょっと待って、これ、うっそでしょ。あ、できた、よかったー。こういうのなんか、マリオメーカー2で久しぶりにやりましたけど。間に合った、よかった。お、ファイヤーだと嬉しい。入れるじゃん。おー、ちょっと。わ、炎撃てないんだけど。ちょっと、ば。どういうことだよ。さあ、ここで。おっと。パラシュート付きバブルとか。よし。で、どうする？上に。入れない。こっちに行って、ゴールできる。よし。で、敵が復活する。からの？よ。よし。おー、怖えー。うっそ、どういうこと？あ、落とせということ？オッケー。よし。おー、やったー、クリアできた。これはあはん、やったー、オッケー。よかったね、あの土管見抜いて大正解。さ、というわけでいつの間にかマリオの人数は15に戻っている。じゃあいいかなみたいな。うん、まあ3、4回以内にクリアできれば、まあトントンと言えなくはないでしょう。よかった、だんだん調子が上向いてきたのかな。さあ1万位ぐらい増えたぞ、すごいな。さあモールマジック。うん、増えた差し引きもそうだけど、結構あの普通にやられた数も表示してほしいかなーなんて思ったりしますが。オッケー。さあ、ここ、もうひどいんだけど。こいつらをやっつけて、てかもう、数が増えすぎてる。そういうことか。で、横、縦、あー、まずい。これは結構厳しいぞ。でも、かなり、あの、ユニークではあると思う。独創的というか。ダッシュで行こう。行けるか。早めに行かないとどんどん敵が湧いてくるから。うん、どこに行こうかな。最初に戻るしかないのか。これきつい。しかもどんどん来る。お、そっかそっか、スライドして、うい。よし。お、お、かぶりたい。やったね。さあ、あ、かぶるとこじゃなかった、ここ。さあ、戻って。あ、よかった、残ってた。で、ここで投げればいいんだよね。お、なるほど。何回も切り替わらないようにするためには、戻りましょう。お、よかったー、助かったー。めっちゃ追ってきよる。落ちて。いいよ。あ、キノコ。助かった。さあ、ここ結構、おっと、よし。さあ、そうきて、やっ
った、クリアできた。意外。うん、そして偶然にも罠ポケットして、プラス収支。おー、なんだ、いいじゃん。さ、というわけで当初の目的であった5コース目いけそうですよ。もうでも今の時点で割と10人ぐらいは絶対やられてるよね。まあいいでしょう。レッツゴー。さ、インカメンがラブ。コインを8枚、全て取ってからゴール。お、わー、なんだこれ、迫ってくるのか。もうダメかここ。ああー、ちょうど低いところがあった。くそー、これさー、急いで行かないといけないようなやつってことよ。さささささ、よし、さあ急げ急げ。これ取ってたらもうダメみたいな。あー、なんだそういうことなの。じゃあこれ急いで行かないといけないんだ。うん、さあコースの傾向が分かったところでダッシュで行くしかないと。これが結構邪魔。どうしたものかな。スタートダッシュ的なものはあるんでしょうか。あれ、あ、これは踏んでいくしかないのか。これみんなでバトルのためにさ作られてるから、普通にはクリアできないとかそんなことはないよね。自分でちゃんとチェックしないといけないんだろうから。何か、あ、分かったぞ。こうかな。さあうまくいくか。ちょっと待って、横に倒してただけなのに何で登ったの。お、もしかしたら斜めにキーが入ってた。あ、しまった、終わった。これはお助けできないかな。あ、分かった、この木の上だったらなんとかなるのかな。あと気のせいか、このプロコンさめっちゃあの横に入りやすくない。横じゃないや、縦に入りやすい。あー、そういうことなんだ。なんだ、なるほどな、騙されてた。でもどこから出てくるかわかんねえんだけど、これ。わー、どういうこと。インカミン、インカミン。おお、うっそ、そういうのある。よし、わーっと危ない。これは何だ、やっつけられない。よし、あー、いけそう、よかった。左に行くぜ。わー、ちょっと、あのファイヤー跳ね返ってもいっそのこと。おお、一応なんか手裏剣を返した。おお、これだったら、いてててて、違う、ジャンプしながら、やめて、消した、よかった。いてて、なんだ、あ、ちょー、ちょっと増えすぎだって。どういうこと。あ、違う、やっつけらんない。うん、いて行くよ。もうなんだこれ。さあ、わけわからんままここに来させられてしまいましたけど。ん、あ、もう一体もやっつけろとかそういうこと。うそマジで、これはつらい。確かになんかみんなでバトルとかみんなで協力みたいな、そんな感じ。全員でやっつけるとかそういう。あ、違う違う、どういうこと。あー、来ちゃう。これはここで待ってればなんとかなりますかね。なるっぽい。バーブルさんがさ見えないんだよね、もう絶対。あー、よかった、いけそう、助かった。はっはー。マジ難しかったんだけど、ここ。うん。インカミングラーバー。これは結構大変でしたけど、うん。なるほど。こうやって、なんていうか、条件をつけてる理由はわからないけど、みんなでゴールを目指すとか、そういう時に協力できるような感じで作られてるって感じかな。で、
違う場所に行っちゃった、俺はこっち右行くぜとか左行くぜとか言って、そっか、先に行った人がある程度ダメージを与えていたら同じところに行った方がお得だよね。なるほど、そういうこと、面白いね。で、鍵を取った場合はどうなんでしょう。例えば1、2、3、4の人がいて、1が敵をやっつけて鍵をゲットした場合、全員が鍵を一緒に手に入れてガチャッと開けられるのかな。そのあたりの駆け引きというか、こう空気を読む感じが必要なんでしょうか。うん、みんなでバトルとか、みんなでゴールというか協力っていうのもなかなか面白そう。まあ俺の今のネットワーク環境だとできないんだけど、まあその辺はちょっと羨ましいかな。というわけで、じゃあ今回は5ステージクリアできたから一旦中断しましょう。さあ、というわけで、15人いたマリオが4人減って、この辺りいや結構さ難しい、普通に。一応そんなにマリオ減ってないけど、割とこれは途中で死ぬような気がします。死ぬというかゲームオーバーになってしまうような気がするので、このまま続きをやっていくのがベターな感じなのかな。で、ある程度テクニックとかを身につけたらとても難しいにって感じか。うん、今とても難しいやったらおそらく1コースとかでやられちゃうから、まだまだ修行が足りない感じかな。うん、さて、そうか、ピーチ姫はさらわれてないから修行に行くって話だったから、まあちょうどいいのかな。うん、じゃあ戻りましょう。さあ、というわけで、じゃあ今回はこんな感じかな。ちょっとまだ物足りないなって感じだけど、あまり長くやってもしょうがないので、今回はここまでにしておきたいと思います。さあ、それではまた次回よろしくお願いします。